どうも東京座席決めです。おいしゃーす。おっしゃー。今日の企画は瀬戸線のクボーズドッキリー。今瀬戸くんなんかご飯食べに行ってるんですけど。行ってるね。まあ瀬戸くん髪がちょっと伸びてきてるじゃないですか。でもだいぶと長いよ。しかもだいぶそのなんていうのプリンっていうかさ、正直あんまり綺麗ではないと。で、なんか瀬戸くん何かと時間がないみたいな、なんかアピールするじゃないですか。うん、確かに。なので、撮影しながら、買っちゃおうかなっていう。時短テク。一番いい。偽企画をやりながら、聞き〇〇みたいな感じで、目隠しとイヤホンして、ほうほう、触ってもらってるものを何か当てるみたいな。あー、なるほどね。瀬戸がなんだろうなんだろうってやってる隙に、ウィーン。あー一番いい。だからやっぱりバリカンの音も聞こえちゃダメだからね。そうそうそう。早速やってみよう。どうも東京座席です。お願いします。お願いします。今日の企画は手の感触だけで当てろ、聞き丸丸。手の感触だけで何を触ってるかっていうのを当てるっていうクイズ企画でございます。あの目隠しとイヤホンもして生き物とかは出てこないよね。大丈夫だよね。そんななんか耳もね塞ぐってちょっと怖いよね。いやまあ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 。え、絶対生き物出てくるじゃん。どうですか自信は。いや初めてなんだよね。まあちょっと頑張ります。めちゃめちゃ謙虚。それでは早速やってみよう。したら誰かやる。瀬戸からでいいんじゃん。そうだね。じゃあ瀬戸からでいいか。え、一人何個やるの。一人2個のイメージかな。一人2個やる。うん。あ、OK。で、瀬戸は iPad で音楽だけ、あの、なんか、適当にイヤホンつけて聞いてもらって。まずは瀬戸さんの挑戦から。そしたら、一個ずつ出してきますんで、両耳の方、閉じてください、イヤホンで。はい。じゃあ、音楽も鳴らして、どうですか聞こ。乗っちゃって乗っちゃって。だいぶ漏れ出てますね、音も。じゃあ、もう僕らの声も聞こえてないってことですね。聞こえてないのかな。バーカ。あ、聞こえてないですね、マジで。一回瀬戸さんイヤホン取っていただいて大丈夫ですか。ちょっとめっちゃ音楽流れてるけど夜遊びかな。だあの物を置いてトントンってやったらスタートみたいな感じ。そうね。したら、こちらですね。最初バリカンをご用意しました。じゃあ一発目これで。はい、最初それで。はい、二発目これ。あ、なるほど。やっていきましょうか。はい。あ、それじゃあ一問目ね。歌いながらですけど、ね。あ、これは簡単ですね。コップですかね。ちょっと耳外して正解か不正解かだけ。あ、コップコップ。正解でございます。あ、すごい。この感じも分かったもん。触った感じで透明なってる。ああなるほどなるほど。あ、まあ1問目は簡単にしてますんで。じゃあ2問目のご準備。2問目がこちらですね。なるほどなるほど。はい、2問目いきたいと思います。はい。え、もう始まったの。これで出題してみましょうか。あ、それで出題してみますか。なるほど。はい。え？なんだこれ。どうですかね。なんかあのたわしのやつ。いや、スチールール。スチールールだ。スチールールね。スチールール。合ってる。合ってる。俺はもうスチールールでいいや。取っていい？取ってもらいましょうか。外していいよ。あ、目隠しも。
何でしょうかね、これね。何これ、なんか金髪混じりの髪の毛に見えます。え？ふざけんじゃないよ。あれ？これ最悪。あれ？ちょっと待って、瀬戸君。どうした？どうした瀬戸君。どうしたじゃないよ。またお前じゃねえかよ。最悪。これあれ？瀬戸君の髪結構これ枯れたね、これ。最悪。なんでちょっとだけにする。うわ、ちょっとね、瀬戸くんにはお伝えしづらいんですけど、スチールウールではございませんでした。それわかるよ。何度も言ってたから、スチールウール？スチールウールなのって。自信はあった。自信も何も紙だとは思わなかった。ちょっと今どんな感じなのこれ今。ちょっとね。こんな感じですね。お前ふざけんな。ふざけんなっつんだよ。なかなかやっぱ坊主にしないから瀬戸くん、ね。うわー、これ綺麗にいったこれ。お前、俺が紙生えてきたらまたそれじゃない。長くできる。やっぱ坊主の方がいいもんだって。うん、俺が決めることだ。急にねロン毛目指し出したからちょっと。ロン毛目指してない。ここで金なんつったの。なんで勝手に金だよ。意外と似合ってるね。いや意外とこれがいいかもしれない、今の状態が。これが似合う顔ってどんな顔。したらどうなんだろう本日の検証結果は。いるか。さっきの画像消してくれよ。それだけだよ、これ見えるから。もういいよ、髪のことは。いやまだまだね、ちょっと枯れてないからちゃんと刈んないとね、これね。いや、ほんと刈ってくれよ。どこ行けるんだよ、この髪。じゃあ、あと30秒以内に。30秒だね。何時間制限。こんなもんでいいかな。一回ちょっとだけ顔。かっけえ、ここかっけえじゃん。なんかね、ドクターコトーみたいな。後ろもどういう髪型なんだ。これで全然いいと思う。これで全然いいと思う。笑ってんじゃねえかよ。おい、遊ぶんじゃないよ。東京挫折組です。お願いします。どうも。